よおっす、空手日本代表の多田彩香です。今日は回し蹴りやりたいと思います。結構ね、何回もやってると思うんだけど、また改めてちょっとやっていきたいと思います。で、だいたいいつも前足の回し蹴りを結構やると思うんですけど、今日は前足の回し蹴りと後ろ足の回し蹴りどっちもやっていきます。で、前足の回し蹴り、これはね、近い相手、遠い相手、入ってくる相手っていっぱいね、蹴り方はあると思うんですけど、基本的には後ろの足にしっかり重心を持ってくる。で、前足上げますね。で、この前足上げるときに伸びながらビヨンって上げると、ただ上げてるだけになってしまうので、一回しっかり畳み込むね。畳み込んでから前に伸ばして戻す。これが基本的な回し蹴りの仕方です。動いてて、例えばこの場で蹴るってなったら、この場でこっちに体重をしっかり乗せる。フットワークしてて、フッとこっちに乗せる。で、それがうまくいかないとこうやってヨタヨタになってしまうので、まずはフットワークしててこっちに乗せる。フットワークしてて一回で乗せられるようにね。私も全然まだまだふらつくこともあるんですけど、でもこう乗せた時にしっかり足上げる。で、ここで足伸ばすんだけど、伸ばす時にこっちの足だけに集中しない。こっちの足に乗せとく。こっちは伸ばすだけで、戻す、下ろすってやると、この場でできます、蹴りがね。で、ここまで難しいよって方たくさんいると思います。こんなに上がんないしって。いいです、上げなくて全然上げなくていいです。まずは低いところから始めましょう。伸ばす、戻す、下ろす。片足に体重かける、曲げる、伸ばす、戻す、伸ばす、戻す。1、2、3、4。で、この時に後ろ足ちょっと外向けた方がやりやすいと思います。前向けてるよりちょっとだけ外向ける方がやりやすいです。で、少しずつ上げていきましょう。最初から早くやってしまうと、このね、裏側を痛める可能性あるのでマジで気をつけてください。で、後ろ足の回し蹴り、これね、結構やっちゃうのがこういう風に大振りになってしまう。そうすると前から見た時にどうです？もう一回ね、前から見た時にいきますよ。どうです？バレバレ、本当に行きますって顔も私やっちゃったんですけど行きますって顔しちゃったけど、でも大きく回すとバレやすい。なので、これはそうだな、ちょっと動きはグッて止まった瞬間とかに蹴りを入れると、いいと思います。フットワークしてて動いたりして、相手がちょっと止まった瞬間にこっちが蹴ります。で、蹴るとき大事なのが、膝をまっすぐ上げる。まっすぐ、前蹴りのね、膝みたいな感じでまっすぐ上げる、相手に。で、まっすぐ上げて、ここから体を切ります。で、体を切るってわかるか、体を自分の構えてる外側に切ります。で、切ると足も勝手に横になるので、伸ばすだけ、伸ばして戻すだけ。上げて切ると同時に伸ばして戻す。で、これもすごく大事。前に意識が行きすぎて前に落ちちゃうことありますね。これ、こっち足
ちゃんと、意識してないっていうことなので、こっち足にしっかり体重をかけてあげてください。こっち足、私だったら右足、前の足ね、前の足にしっかり前の足を信頼して、でひねった時にもこっちの足、軸足を信頼して戻す。で最初はまあ戻せるように、まあ、戻さなくてもいいんですけど、最初は腰の使い方を覚えるために戻しましょう。で上段蹴り難しい人は中段蹴りでもいい。この形を覚えてください。この体の形、あとタイミングを上げてひねると同時に出す、戻す、上げてひねって戻す。これを少しずつ速くしていくと上達すると思います。はい、では今日は前足の回し蹴り、後ろ足の回し蹴り、これどちらもたくさん使えて3ポイントも取れるので、ぜひぜひ皆さん3ポイントですよ。これはやっといて損はないです。絶対やってみてください。はい、いっぱい喋ったちなみにこの蹴りとかやる前に、はい、こういう準備体操みたいな効果的な準備体操あるんですか？ ありますよ。やっぱりこの軸足のね、内側とか裏側しっかり緩めたいので、ヨガとか、ヨガね、前の動画見てくださいヨガは太陽礼拝っていうのを私動画上げてるので、太陽礼拝 A と B、 これバッチリにしてください。そしたらね、何かが変わると思いますよ。で、まあ、あとはこうちょっと足上げとか、足上げするとか、この足上げたらタッチ、これもしっかり準備体操に入れてもらえるといいかなと思います。これだけでもね、結構運動量があるので、これね、リズムよくやれるようにしていくといいかなと思います。はい、あとはこう回す、しっかり回して股関節周りを動かす。こういうのやってから蹴りはやってみた方がいいかな。はい、子供たちは大丈夫だと思うけど、大人はなかなかね、自分が思ってるより固まっているので、ゆっくり動かしながらスタートしていってください。はい、では今日の動画が良かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたねー。